はいどうも、秘密結社ふいがみ総帥ハッチでございます。今回は椿賞ということで3歳1勝クラス特別戦ですね。こちらは芝 1800m のレースということはですね、まあ多分ここ使った次が毎日杯だったりとかスプリングステークスだったり、まあ皐月賞トライアルになってくるんじゃないかなと、勝ち馬に関してはですね、まあそんな感じで、まあ、クラシックへの予選とまだギリギリ言える時期の3歳1勝クラスということでね、まあクラシックへ向けて頑張っていただきましょうということになるわけですよね。まあそんな感じでね、こういうふうに予想をしてみました。まあ今回の軸馬なんですが、10番のタガノディアーナ、こちらからいきたいと思います。まあこの馬ね、まあ、勝ち上がりまで4戦かかってしまったんですけれども、まあ結構ね、毎回このメンバーの中では相当上位のクラスの時計をでね、持ち時計上位ということになっています。まあですのでね、まあ一応ネット競馬の想定人気順でこうやってやってますが、これ撮影段階で前売りは一番人気になってます。まあ、みんな分かってんだなという感じでね、狙っていってもいいかななんていうふうに思います。まあ、そして2番インフィニタス、ネット競馬想定だと4番人気でした。新馬戦快勝からの上昇度というあたり、まあ、モーリスにね、ディープインパクトという配合も注目している配合ですし、まあ、これは紐に拾っておきたいと思います。まあ、そして4番ビゴーレ、まあ、前走はね、 G1 への挑戦ということでね、まあ現級上位の実績ありますし、まあ、そうなってくるとね、やっぱり G1 出してみたっていうぐらいね、あの期待馬ということはここでは素質上位かななんていうふうに思います。まあ、そして1番人気ね、例えば想定1番人気7番ブレイブジャッカルですね。まあ、勝ち上がりに参戦を要したものの、その参戦、そして今回 と福永雄一の継続騎乗、まあ、比較的にトップの騎手が勝ち上がり参戦要したにもかかわらず、これだけあの継続騎乗しているあたり、まあ、しかもシルクの馬主さんということはノーザンファームがね、そういったことでね、あの手配しているあたり、かなりの期待馬じゃないかなと、この中ではですね、まあ、狙っていきたいと思います。まあ、そして2番人気8番の湘南アレス、勝ち上がり初戦で前走重賞挑戦というあたりもね、比較的この時期も2歳もね、2月になって重賞挑戦いきなりしてくるあたりは期待が高そうでしたし、まあ、そんな中でね、6着っていうのもこのメンバーの中では重賞6着っていうのは大威張りできる順位だと思います。まあ、自己条件での巻き返しを期待して紐には入れておきたいなということになってきます。まあ、そんなわけでね、今回もあの特別レースですね、こんな感じでやっていきますので、まあ、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。以上ハッチでした。